打席の大野は今日1打席目センター前にタイムリーヒットを放っています。その後はセンターフライとフォアボール、ここまで2打数1安打。先制投球第5球を金本投げました。逆サメ大きく引っ張るけどボール、やはりちょっと硬さもありますかね。うん、そうですね、緊張感っていうんですかね、こういう点差はあるんですけど、はい、結果を出したいっていう気持ちはあると思うんで、なんでもらったわけですから、ただ、変化球を、投げてほしいですね。非常に落差のあるフォークを持っているということです。マウンド上の柏本、その柏本達也が大野に対してフルカウント、投球大学表になりました。解説ボール、フォアボール、ツーアウトランナー一塁二塁です。大野は2打席連続でフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー一塁二塁、得点圏にランナー進めファイターズ、続くバッターは9番の金子誠。また風が強くなってきました。Keep it!
進んでいます。ロッテ唐川、楽天は塩見の投げ合い。それからセリーグ松田スタジアム、広島巨人2対0巨人リードで3回裏まで進んでいます。巨人広島福井、巨人は小山という累計ルーキー対決。甲子園阪神中日1対0中日リードで4回の表まで進んでいます。阪神久保、中日は県。そして横浜スタジアム、横浜ヤクルト、こちらは試合動きありません。0対0で5回の表まで進んでいます。横浜高崎、ヤクルト石川が投げ合っています。
投球ライン2球をセカンドライナーになりました。しかし高く上がった打球はセンターへのフライトではありません。非常に今度は余裕があります。落下点に入りました。取りました。アウト、スリーアウト。変わった高橋から、この回、高橋に9点差を取りましたが、そして勝本裕介を抑えました。スリーアウトの得点です。函館甲子園スタジアムから熱烈応援実況をお伝えしています。NBC サタデーファイターズ、日本ハムオリックスの7回戦、8回表終わりました。8対1、ファイターズ7点リード。ホームランファイターズの攻撃は1番の田中俊介からです。
イターズも2回に北崎から一挙8得点奪いましたが、その後は3回以降毎回ランナーを出しながら得点がありません。この8回ノーアウトランナー1塁に2球を投げました。レフトに出てボールを放出しランナーそれぞれ次の塁に進塁、ノーアウトランナー2塁3塁となりました。記録はまたピッチャー立本のワイドキックということになります。これが今日梶本2つ目のワイドピッチ、まあ、やはりフォークを持ち上げてやるようなことはストレートですから、直球を思い切ってバットを振ってきましたが、バットクロスしています。この梶本の直球です。